中はバッチリだね。いい感じだね。気合い十分だね。嬉しいか？はい、何です？やったね。あー疲れた。休憩していい？気合い十分だね。嬉しいか？よしよし。クエスト達成、やったね。体重はバッチリだね。体重はバッチリだね。クエスト達成、やったね。体重はバッチリだね。嬉しいか？よしよし。はい、何です？まあまあかな。まあまあかな。いい感じだね。体重はバッチリだね。いい感じだね。体重はバッチリだね。いいね。嬉しいか？よしよし。嬉しいか？よしよし。何です？いい感じだね。いい感じだね。
はバッチリだね。いい仕上がりだね。今週はレースがあるよ。まあまあかな。嬉しい。はい、何です？2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。スターホースポケット。2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。さあ飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。どうしても鼻を切りたいサプライズパワー、やはり行きました。これを追って3番ゴールドプルーフであります、ゴールドヘッドがかわしていきました。そしてその後ろから11番大隅ジェット、外を通りまして大気シャーロック、この辺りちょっと離れている2番 MI ブラン、スタートザウェイが並んでいます。5番片野北斗ベガ、 G1 初制覇なるかどうか。これが1番人気の4番名声オペラ、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。9番ラシアンスキー、外から行こうというところ。6番スノーエンデバー、その後ろ3馬身くらいあって、7番ナリタコマレ、流れるようにレースが展開されています。先頭は1番ゴールドヘッド、積極的に行きました。外を通ってサプライズパワー、内を通ってゴールドプルーフ、そして4番手に11番大隅ジェット、大気シャーロック、ちょっと離されまして8番スタートザウェイ、片野北斗ベガ、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。さあ場内が騒然としています。名声オペラ、直線の伸び足はどうか。このまま粘れるか。ゴールドヘッド。さあ先頭はゴールドヘッドが2馬身リード。名声オペラが間から突っ込んでくる。先頭、まとまと。ゴールドヘッド。スタートザウェイが2番手。ゴールドヘッド。先頭、名声オペラ、懸命に追う。ゴールドヘッド。1着、帝王賞。勝ったのは1番、ゴールドヘッドだ。から帰ってきたね。はい、何です？
はい、何です？